こんにちは、速稼塾の久保です。前回ですね、私の放送の中で塾講師の方が情報コンテンツを販売することにうまくいったんだ、成功したんだということをお知らせしました。このね、競争の特に激しい塾の業界なんですけども、この林修さんっていうね、東進ハイスクールのその先生が、テレビに出て有名になりましたよね。で、本もたくさん売れてますし、それによって東進ハイスクールの希望者も増えたという流れがあるように、やっぱこれからね、メディア戦略っていうのは絶対に不可欠だと思うんですよ。逆にですね、塾の先生をしているのに放送していない、自分の教室だけが自分の職場になっちゃうと、これはね、ものすごく厳しい競争になっちゃうと思うんですよね。で、これは別に塾の先生だけじゃなくて、他の業界の方にも言えると思うんですよ。例えば工場勤務の方が、工場の中だけが収入源というよりも、で、私がよく見てる YouTube チャンネルでは、自動車の整備士さんがね、ほんと普通の整備士さんが整備してる経験を YouTube で喋ったりとか、こんなトラブルがありました、どういうふうに解決しましたみたいなことを YouTube で喋ってるんですよね。それだけでもうね、会社の給料を上回る広告収入とかが入ってるみたいなんですよ。そこにプラスアルファして、個人的に会いたいですとか言って、私の車のレストランお願いしますみたいな相談が来るみたいなんで、そこにもね、ちょっと何がしかのキャッシュポイントがあるんではないかなと私はね、思ってるんですけどね。まあ、いろいろと申し上げましたけども、今回、その塾の先生からですね、コンテンツ販売が成功したそのきっかけとかね、その経緯なんていうのを私がね、ズーム対談でなんとかお願いできませんかとお話したら、あ、いいですよって感じで快く受けてくださいましたんで、これね、日程を調整して皆さんにもお届けしようと思います。今ね、どっかにお勤めでアルバイトをされていて、会社員をされていて、プラスの副収入をなんとかね、自分のずっとやってきた仕事の中から取り出していきたい、それを立体的に使っていきたいという方には、ものすごくね、いい時間になると思いますので、ぜひね、このズーム対談もご期待ください。日程など決まりましたらまたお知らせしますので、その際はね、申し込みフォームを作りますので、希望者の方はそちらの方からお申し込みいただければと思います。ズーム対談ね、1月も充実してますけども、2月もこれはね、結構ね、盛り上がりそうですね。じゃあ今年の速稼塾はね、ズーム対談をたくさん使うことによって、いろんなね、塾生さんを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、この動画を見ているあなたからのズーム対談のお申し込みもお待ちしてますので、メールアドレスからお申し込みください。それでは失礼します。